お、レイ君、レイ君、これからどうすればいいのかな。そうだな、とりあえず人形の中身を捕まえに行こう。多分どこかの部屋にでもいるだろう。それじゃあまずあの子に声をかけましょうね。あ、これって最初に出てきたやつじゃん。そうよね。いきなりこっちから行こうとしたら驚くに決まってるよね。あの、パート1で出てきたやつね。それがさっきの人形、私が壊したのと、ウリ2つだった気がする。それより早く探しに行こうぜ。ここにいなかったら違う場所に行かなきゃならないんだから。セーブしたいけどな。間違えて上書きするのが怖いな。ここはモンスター現れないよね、もう。大丈夫。これもしかして目を変えたら見えなくなるって感じ？あ。はい。あ、魂なんだ。なるほどね。そういう感じになるんだ。へえ。なるほど。これも探索ポイントまだ集めないといけない感じかな。この辺。溜まってるね。集めとこう、ちゃんと。いや、平和っていいね。右から攻めていこっか。ほうほう。なんだ、この屏風は。ああ、ごめんなさいね。これからお客様が来るので、こっから出て行ってくださると嬉しいわ。あ、ごめんなさいね。これ階段状になってる。溜まってる？ちゃんと。お、溜まってる溜まってる。探索ポイント。そうなの、知らなかったわ。なんだろう。それで、この間、あの人がね、気になる。まあ、探索ポイントがどんどん溜まっていってる。よし、いいよ、いいよ。これは何だろう。不思議な力のせいで、ピクリとも動かない。これは？てんてんてん。どうやら習字に集中しているようだ。邪魔をしては悪い。今すぐ立ち去ろう。習字懐かしいなぁ。学生の頃やってたよね。中学生までだったっけ？高校はなかったような気がする、習字。どうやら習字に集中しているようだ。邪魔をしては悪い。すぐ今すぐ立ち去ろう。懐かしいなぁ。あれ、こっちはもうない感じか。こっち戻ったら真ん中に行くから、左か今度は。こことかもう調べたっけ？調べたよね。ここがちょっと、もう先に進む部屋かな。大丈夫？ここ最後の方がいいかな。あ、大丈夫みたいだね。空っぽ。ほんの少しだけ、なんとかの香りが残っている。ごめん、読めなかった。これは？タンスは？うん。大皿ね。この壺は？なんもなかった。ご飯が食べたいのですか？それならあの方から許可をいただいてからにしてください。あの方ってな、トウモロコシ、ジャガイモ、芋。こっちの芋は、ひらがななんだね。空っぽ。空っぽ。引き出しの中には包丁が何本かしまわれている。まあ当たり前か。キッチンだしね。うん。7ポイントになった。あ、こっちなんか新っぽいな。あ、でももうここ行くしかないか。ここ行ったら あそこでしょ。じゃあこっちか。2階に行くか。セーブしとく？よし。なんかいいね、景色っていうか。あなたたちもお参りに来たのかしら。イケメン。あ、これ最初の神社のやつか。なるほどね。こっちは何？じゃあちょっと行ってみる。あ、ちょっと最後にしてみるか。寄り道しよう。探索ポイントのために。こっちは何？押し入れ方だの。探索ポイントは大事。ピカピカに磨かれた引き出しの中にはお札がしまわれている。最後までお札か。結局使う場所なかったけどもらっていこうか。これどこで使うんだろうね、お札。4つあるけど。あら、いらっしゃい。手鏡か。これ壺でかいな。
や、いいね平和って。何かご用でも。いやー、さっきのモンスターつけ回されるのがあれだろ、寝てる気持ちいいんだろうね。こんにちは、ご機嫌いかが。普通。よいしょ、鏡、押し入れ。一応溜まってるよね、探索ポイント溜めとかないとね、積んだら困るから。ここは火が消えてるね。ここは囚人。またあ、12になってる。お風呂だ。ちょっとあなた、男の人をここに連れてこないでくださる。やっぱレイ君って男の子だったんだね。あ、追い出されてしまった。話しかけなければ大丈夫誰も入ってないじゃんそんなに恥ずかしいか。あ、これでも上行くところあるから上が本物かもしんないな。ダメージ、あ、食らってなかった。よかったよかった。ビンタされたからダメージ食らってるかと思った。ちょっとここ調べてみるか。一応お参りをしていきますか。はい。お金持ってないけどね。あれ、終わったこれで後からなんか変わんのかな。一応分岐っぽいから2にしとくか。あんま関係ないと思うけど、わかんないけど、念のためね。お、あれ、これなんか見たことあるぞ。まあ、とりあえず寄り道だ。あ、なんて書いてあった？あ、制作者の小言語。どうもどうも、制作者の茶菓子です。いよいよゲームも終盤。プレイ時間は2時間くらいかな？プレイ時間2時間で考えていたので、そのくらいだと嬉しいです。ささ、いよいよこの本もきっと最後だろうということで、今回特別なものを用意しました。それはですね、作中登場した全イラスト集です。と言ってもここで紹介するのも時間がかかりそうなので、本編終了後にご覧ください。以上になります。あの、本当仕様もないものばかりでダラダラしてしまい申し訳ございません。引き続きゲームを楽しんで。2時間？今何時間？1時間22分。意外と早かった油揚げで結構時間食ったけどね。油揚げ探しが確か12分ぐらいかかったかな。ここは何もないですよ。あ、あとね、あ、でも結構2時間以上かかってるわ。あの、ゲームオーバーばっかりだからさ、コンティニューしてたからさ、あの、あれ、コンティニューいっぱいしたじゃん。だから1時間23分になってるけど、あの、ゲームオーバーとか合わせたら多分2時間超えてる。うん。空っぽ。空っぽ。ここは最後にするか。こっちは大丈夫？大丈夫だね。15ポイントになってる。キツネ狩り誰かしらこんな本書いたのは。うっす、これチャーハン。ペペロンチーノと暗黒魔法シリーズ。ペペロンチーノ好きだね。猿でもわかる。100人一首。ゴリラ語。今日からあなたも。うっほほーい。ユーカリちゃんとパンダくん。フラメンコメンツ。ソルイケ、ザンパンマン。北から吹く風。届けこの思い。面白いな。15になってた。探索ポイント15がマックスなのかな。そんなわけない。よし、じゃあここ行こう。いよいよここが一番下の階かな。それじゃあこの部屋に。待って、袖を開けないで。え、中から声が聞こえる。少し盗み聞きしましょう。ほう、あれ、あの子一人だけなの。一人だけしかいないわ。うん、のんきに
鼻声歌なんかしてるぞ。それよりあいつが人形の中身じゃないのか。え、じゃあ私この人形の瞳を返せば第一任務完了。まあそうなるな。さてどうするか。ずいぶん遅かったね君たち。指気づかれた。そんなに敵意むき出しにしないで。今僕はすごく複雑な気持ちなんだから。そう、それは僕にとびきりの宝物を与えてくれた人間が来た喜び、それと僕の大事な左手を壊した人間が来た憎しみね。こわお、あ、かわいいじゃんチョメさん。あ、今自分、あ、違う違う、どうやら攻撃的ではないみたいだな。ええ、少々驚きましたが、特に何もされてなかったのでよかった。あの、それで逃げられちゃったみたいなんですけど、とりあえずどうしましょうか。そうだな、仕方ない。面倒だが、屋敷内をもう一度探すの。俺は上に戻って調べてくるから、あんたら二人はそこの部屋でも調べといて。あ、じゃあ自分は調べとけばいいな。レイが仲間から外れました。大丈夫、レイ君死ぬエンドとかやめてよ。よし、それじゃあ私たちも中を調べてみましょう。調べてみるか。一応セーブしとこう。ここは習字ね。増えてる？探索ポイント。15から増えてないな。南京錠がついてる。4桁かー。わかんないな。どっかで探すのか、また。うん。日記がしまわれている。日記がしまわれている。壺の奥に何か落ちてる。手を突っ込んでますか？はい。丸められた紙を手に入れた。あ、これに書いてあるのかな、あの南京錠のやつ。一応調べとこうね、いろいろ。招き猫がある。猫様。あ、15からたまらない。探索ポイントが。15がマックスなのかな。じゃあちょっと見てみよう。丸めたら紙。異水月。で、これでちょっと目を変えてみるか。はい。これで見てみる？え、同じかな？ちょっとキャプチャーしてみるか。ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっと待ってね。比べてみる。フェイントで。貼り付けて。少々お待ちを。で、これでちょっと外して。あ、今こっちか。こっちをやらないといけないのか。はい。あ、こっちだったね。まあいいや。あの、変化前のやつは一応、キャプチャーしたわ。これじゃない。これじゃない。アイテム。丸めた紙。どっか変わってるところは、あ、どこも変わってないみたい。じゃ、違うのか。同じだった、全く。一応、キャプチャーしてるんだけどね。だから、謎解きか。椅子い。ちょっと待ってよ。少々お待ちよ。だから多分だけど、あの、ここあるじゃん。ここ、1、2、3、4つ隠れてるじゃん。多分これの数字かなーって思うんだけど、何なんだろうね。水月？うん、1、わかった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 、そういうことか。わかった。1、2、3、4、5、6、7、え？ 7、8 じゃないの。1,2,3 これ何だったっけ。4じゃないのこれ。え、 4,5,6,7,8,9,10,11,3 違うか。何なんだろうな。こんにちは、チョメです。これ開けるんだよね。南京錠4桁か。で、これやっても見えないのか。ちょっといろいろ調べてみるか。3。3が書かれてる。
あ、これ目がちゃんとなってなかったら見えないってこと？ちょっともう一回見てみようか。調べた時なかったよね。あ、ほんとだ。やっぱり目がいるんだね、これ。これ。これで3って見えたね。探すんだね、じゃあ。3か。38。順番わかんないけど。38。382。つぼにあるんじゃね ?382。あれなかった。こっちかじゃん。3826か。だからこれ確率でしょ ?4C の4だから、3226、4620、24通りか。違う ?24 通りじゃなかったっけ ?3826。ちょっと待って待って。一発マジで他のもの、ちょっと待って。まさかの一発か。今日、運使い果たしたんじゃない大丈夫どっかが開いたってことこれ。あ、これで出れるようになったってことか。あ、なるほど。よかった。大した仕掛けじゃなくて。でもこの部屋にも、は何もなかったわね。時間稼ぎのつもりかしら。あ、これ、どんな数字でもよかったってことかな。3826。とりあえず、私たちもあの子を探しましょう。じゃあ、あれ、目を変えとくか。こっちの方に。もしかしたらね、数字だけ合ってればよかったのかもしれない。あ、やべ！ちょっと後で試してみればよかったな。どっから来たっけ？私、実はね、今実況撮るの超久しぶりなんだよね。どこまでやったか忘れちゃった。ここはもう調べたよな。確か、ちょっともう少々待ちよう。お、いたいた。え？え？何それ？ダメなんだ。こんにちは、ちょめです。では探しに行きましょうかね。上に行こう。お！怖い怖い。セーブ大事。ここでいいよな。右は？あ、ここ行ったか。だから探しに行かんやいけないのか。お参りはいいや。だから1階に戻ってみよう。あ、ほらほら、戻っていったら、入り口の方から笑い声が聞こえてくる。入り口に行けばいいのか。いたいた。やっと見つけたわ。よかった。やっと捕まえた。あー、かわいい。あ、思ったよりも早かった。それで僕に何か用事でもあるの？用事も何も、もともとここに連れてきたのはあなたじゃない。で、そうじゃなくて、私一生懸命あなたに人形の目を返そうと。あ、お人形壊してしまってごめんなさい。これ私が持って行ってしまったから。それで？私の目を返してほしいのと、許してほしい。もう今後はあんなことしないから。やだ、ダメ、返さない、許さない。この子がお前のために命かけて、ここまで謝りに来たんだ。たかが、祈り大事。切れてんじゃないわよ。なんなら力づくで奪ってやろうか。こっち逆切れじゃないか、ゆうびちゃん。何？いいよ、別に殺しても。だけど僕を殺したら、ここから帰れないよ。きっと、姉さんが、許さないからね。まあでもね、どの道、帰れないし、ただで殺されるってわけにもいかないからね。何？何何何か出てきた。敵に捕まえないように逃げろ。アクション要素か。セーバー？セーバーできない。ちょ、セーブはできない。ちょっと待ってくれ。逃げればいいんだよね。このまま下がっても逃げ道がないわ。どこかに一旦隠れましょう。どっか隠れる場所あったっけ？お祈りする場所？とにかく入ればいいんだよね、どっか。ダメだ。どっかに隠れる場所があるはず。ここに隠れるか。ここか。押し入れだ。二人くらいなら入る。よーし。ねえ、突然だけど、そこのあなた、人間を見なかった？あ。見つけた。そっかー！
そういうことか。人がいないところに隠れないといけない感じか。今見てた人いたよね。だから人がいないところのやつに隠れるって感じか。あれ、どっからこれ。マジか、ここからか。少々お待ちください。あ、正面です。見とけばよかったね、今今来てる間に見とけばよかったわ。ちょっと後悔。よーし、見とけばよかったな。下見を、隠れる場所の下見を。入ってここ2番目。ちょっと人がいないかとかどうか見て。ここダメだ、外に出たら捕まってしまう。でももう見てる人が3人いるわ。3人の目撃者、無理だろ。じゃあツボあ、このまま待っていたらどうなるんだろう。これダメだよね。何かご用でも。寝てる？こんにちは、ご機嫌いかが。っていうことは、二人目撃者がいるってことか。これもゲームオーバーだよね。ちょっと下見するか。はい、残念でしたでしょ。うまくできてるね。ちょっと下見しまーす。チョメです。ちょっと下見をしてみます。これは？あ、動いてるからダメだ。ここもダメだね。ここは？最後の正直。あ、でもここは隠れる場所がないよね。ここは入れないって書いてあったし。上に行くのか、邪魔だ。ここは？ここも。隠れる場所はないよね。こっちは？ここも隠れる場所がない。どうすればいいんだろうな。え？あ、これはちょっとバグというやつか。だからちょっと、まあしょうがないから最後の部屋入ってみるか。一応下見はしたんだけど、ここはダメだよね。お、ここ入れた！マジかー！ちょっと待て。おい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 。こっちだったのか、こっちもあるのか。ここは？ここは？行くともしない。どっから、おー、どっから現れてんだよ。うわーい、やられちゃった。マジか。やっぱじゃあ最後の部屋かな。じゃあ最後の部屋に行ってみまーす。このまま下がって、どっかに一旦隠れましょう。ここはダメだった。ここもダメだった。ここにするしかないよな。はい。目撃者いるけど、これ見てないとき入るんじゃね？これ。見てるよな、今。これだ！今だ！あ、ダメだ。今だ！関係ないか。はあ、向こうに行ったわよね。これしばらくは見つからないでしょう。大丈夫、怪我はしない。うん、ありがとう。え、これからどうしましょう。というか、あのちっこい、どこに行ったのよ。あの人形から恐ろしいほど殺気があるんだから。うん、レイ君大丈夫かな。私たちこのままずっとお尻にいなくちゃいけないのかな。ごめんなさい。よい、もっと力があれば。それに不安にさせようなことを言ってしまったわ。このままこの場所で待っていても、拉致が開かない。ちょっと一人で待っていられる？その様子を見てくれるか。え、これ分岐か。分かったにしてみる？でも心細いから待ってっていうのをやってみたいな。待って。大丈夫。ドアから、どうか泣かないで。外の様子を見たらすぐ持ってからいい子にしてみて。ああ、どっちも同じって感じか。ゆうびちゃん大丈夫かな？え、もう少し待とう。待ってって言われたから私は信じて待とう。外は物音し、え、いいえ、待つ。待ってって言われたんだから。いや、待つよ。ゆうびちゃんを信じるよ、私は。
無限ループって怖くね。わかった、出ますよ。RPG の王道だったわ。おっ、何これ。ちょい、ここ、どこよ。ワープしてた。なんか、分岐っぽいからちょっと一個下にセーブするか。これは、上は何もない。右は何もない。下はちょっとじゃあ、ジグザグに行ってみる？あ、あった、なんか。何これ、怖っ。手紙が落ちてる。あ、なに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 、連打しちゃった。実況者失格だよ、今の。あ、手紙が落ちているってただ言うだけ。拾いますか。はい。え、これもしかしてゆうびちゃんの手紙？ちょめちゃんへ、この手紙を読んでいるということは、要はすでに捕まってしまったということだな。すまない、力になれなかった。マジか。それはさておき、これからどうすればよいのか書いておく。しっかりしてるね。まず、人形の中身に瞳を返してやるのが一番良いのだが、話が通じないとも、多分それはもう分かっているはずだ。そこで、この黄泉の国を、当時するものに会って交渉してほしい。もしかしたら元の世界に返してもらえるかもしれない。大丈夫。チョメちゃんならできるわ。いつも見守っているからね。また今度会いましょう、ゆうび。あー、すっごいいい子。油揚げとか何もあげてないよ。掃除もしてないよ。お、金色の玉が落ちてきた。これは装備するの？何か力強い。じゃあちょっと行ってみる。これでお願いするのかな。このどこにも何か封印してます的な、本当に一人ぼっちになっちゃった。これからどうすればいいんだよ。レイ君どこ行ったんだろう。さっきまでいた屋敷じゃないし、帰りたいよ。もうこんなところで一人ぼっちなんて私悲しくて死んじゃうよ。何時よ。一遍だけ聞こうか。元の世界にいたいか。帰りたいしかないんだけど。選択しか。そりゃ、夕方帰りたいしかないよ。じゃあ、わしと交渉せんか。お、誰だ、こいつは。誰？わしの名は今日、ここ、黄泉の国を統治するもんだ。わしの、ご遺族が、随分お世話になったな。ご予族かな。また、あのね、私のコメント欄にね、たまにね、大先生がいるんだよね。漢字大先生が。だからまたコメント欄で、ちょめ、こうやって読みますっていうのがね、コメントで来るかもしれない。もうね、3人ぐらいの人からね、漢字の読み方はこうですよってね、ありがたいことにね、指摘されてます。ありがとうございます、ほんと。でも私はこれからも、ずっと間違い続けると思います。すいません。さすがにこの子は、一人、ちょっとやりすぎちゃった気がするが、でもまあ、内容をイメカれたんじゃけしゃあないな、あーい。そりゃさ、とき、突然じゃが、今そこの社の中にキュービがおる。わしと交渉せんか。あ、ゆうびちゃんか。キュービの命と、何時の命と目玉、かえっこちゅうどうだい？私これ自分に正直に言っていいのかな。自分の命と人の命どっちが大切かってことだよね。そんなこの条件だとダメか。今 A っちゅうんじゃったら向こうの世界まで送っていっちゃうのに、何時がずっと望んどったことが願う叶うんじゃろ。私はゆうびちゃんでも自分死ぬんでしょ？両方選べないよ。でもね、本音言うとね、私ね、自分と人だったら自分の方が大切なんだけど、相手がさ、なんて言うんだろうな、奥さんとかさ、子供とかだったら私は自分は犠牲になれると思うんだけど、友達とかだったら、ちょっと自分の方が大切かもしれない。
本音を言うとなんか惹かれるかもしれないけど、自分の子供だったら自分は犠牲になってもいいかもしれないけど、友達だったら無理かもな。でもゆうびちゃん助けてみたいからダメだにしてみよう。私はそんな条件を言われてもゆうびちゃんを亡くすならここに残る。そうならばここで一緒に死ぬしかありませんわね。もうダメ、ゆうびちゃんごめん。レイくんかな。目を開けろ、開けるんだちょめ。レイくん。ごめん。よ、元気そうじゃん。もしかして俺の助けとか言えなかった？冗談はさておき、いいか、よく聞くんだ。説明は一度しか言わないぞ。どこかに赤く光っている石があるはずだ。それをすべて壊せ。そうすればこいつの霊力はなくなる。なんじゃわりゃー、目障りじゃの。さあ、血と水を刺されたが、次は何時の番じゃ。これセーブはできる？すべてね。待って、セーブはできない。セーブできないよね。ちょっと待って。じゃあ、ジグザグ方向。あ、ヤシロだったー。これね、ジグザグ走法やったらね、いろいろ見えるんだよね。これ無限ループだよね。これ探さないといけないんだよね。ちょっと待ってね。あ、でも差がついてきたよ。前から来たら嫌だな。どうすればいいの？あった、石。1個目か。さっき手に入れた石が光り出した。この石を使えば壊せるんだろうか。1か8か。やってみるしかない。よーし、オッケー。1個壊した。眩しい。もうそれはないよ。それはないって、初見プレイには厳しいよ、今のは。少々お待ちよ、ビビった。これは初見プレイ無理だわ。左下に逃げればいいって感じだったね。じゃあちょっともう一回やり直しましょう。あ、連打しちゃったマジか。ちょっとこっちの方見てみるか。連打しちゃった。エカロー、交渉成立じゃ。このキュービの命と引き換えに、なんちゃんに目玉を返しちゃろう。私の瞳を手に入れた。ゆびちゃんごめんね。連打しちゃったの。さっきのね。が泣いとったが、我と遊んじゃけん満足したろうか。それに新しい玩具が手に入った。これでこの子も満足じゃ。じゃあ約束通り、何時を元の世界にお送り届けてやろう。忘れ物は大丈夫か。まあ、最もここには主が欲しい言うってもんはないっちゅうがね。じゃあ、な、下に運のついとらん哀れな少女よ。あ、約束は守ってくれるんだね、ちゃんと。大丈夫かな。6時の、サイレンが。ああ、エンディングだ。これも一応エンディングなんだね。なんか、音楽を聴くとさ、バッドエンドって感じだよね、これ。おしまい。いやー、バッドエンだろうね、多分。音楽を聴くから、ねえ、知ってる？あそこのお家、呪われているんですって。噂だと、両親の人が次々亡くなってるらしくて、ほら、それにあの神社でバイトしてた元気だった子も家から全然出てこなくなっちゃったらしい。引きこもりになったの？引きこもりか、お前は。ごめん。引きこもりでするわけじゃないけど。マジかよ。私じゃん。まあ、なんでも弟はしゃっしゃっし、両親ともに病気になったらしいわ。かわいそうにね。最悪じゃねえか。おまけ部屋に行きますか。おまけ部屋はね、利用規約っていうかね、リードミーでね、ダメって書いてあったから、実況はしないけど、私はちょっと楽しんでいきます。少々お待ちを。やり直すからね。あ、実際におまけ部屋見たい人はね、実際にプレイしてみてください。
リードミー見たらね、ダメって書いてあったからね。じゃあ私だけ楽しんできます。すいません、申し訳ない。ここは簡単なんだよね。この次の問題ね、ずっと左行ってダメだから、一体下に行ってみるか。下行って、左行って、上行ってみる。お、行けた。一回左下行けば行けんだ。いいんだ。よっしゃ。はぁ、壊した。まだあるのか。ちょっと待って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 。上でいいのか。合ってた。よかった。はぁ、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 ちょっと待って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 。どっちどっち、右で上で、上で、上で。クラピカ理論で本当は左、右でいいんだよね。本当はなんかクラピカ理論でね、なんか左に曲がりたいっていう人がいるんで、ここね、見にくい、オッケーオッケー。終わりだか終わりかな。うわー、下か、下よね、戻る。よし。やっとクリアできた。なるほどね、ずっとね、クリアできなかったのは、2回目で左に逃げてたからか、1回下に行って左に行けば行けるんだ。ずっとね、カットしてるけど、カットしてるか早送りしてるかわかんないけど、もう10回以上はチャレンジしたよ。さあ、初見プレイだ。セーブできるか？ちょっとセーブさせて。いや、やったの？ああ、ご苦労様。レイくんだ。ああ、ゆうびちゃんも来た。なんかかわいいね。レイくん、ゆうびちゃん。なんか、さっきはありがとう。かわいい。チョメちゃんが見捨てないでくれたから書いてくれて、ちょっと涙が出るわ。本当に感謝してる。ちょっと感動するな。俺もその、ありがとうな。おかげで何とかあいつらから逃げ出せた。それに、ヨミノ君にもこれで落ち着くだろう。さあ、今結界が弱っているうちに帰りましょう。忘れ物は大丈夫？もし見たいものがあるなら少し見ても、来てもいいわよ。なんかすごく優しくなってない？ユビちゃん。それと、これはあなたに渡すわね。私の瞳を手に入れた。ああ、めっちゃなんかさ、仲間になった時はさ、油揚げをさ、毎日あげ、くれないとダメとかさ、いろいろ言ってたけどさ、すっごいいい子じゃん。さっきは助けてくれてありがとう。どういたしまして。そういえば、今考えてみると、一番最初に助けてくれたのもレイ君だった。あ、そうだね、暗闇の中でね。なんか迷惑かけてばっかり。向こうに帰っても、他の人に迷惑かけまくるなよ。そのぐらいわかってるよ。でも本当ありがとうね。うわ、感動したわ。どうしたの？あ、まだまだ。ユミとお話ししたい。はあ。どうしたの？ため息なんかついて。あ、いえ、なんでもないわ。チョメちゃんが帰ったら少し寂しいかなって。でも、帰れば人はたくさんいるから。ありがとう、ユミちゃん。大丈夫だよ。またどっかで会えるからね。そうね。最後まで心配かけてごめんなさいね。下がこっち。上はどうなってんだろう。上はもう行かなくていいよね。ちょっといろいろ見させて。用事はない。だから最後の探索ポイント15ポイントはあまり関係なかったね。こっちがね、我が家。この風景ってすごく良くない？私好きなんだけど。何このお墓？何これ？誰かのお墓のようだ。え？気になる、気になる。おまけ部屋で見れるのかな？おまけ部屋は実況しないけどね。わかんないわ。入る。あ、あれ？ここ穴開いてたっけ？え、こんなにボロボロなんだっけ？ちょっとパート1見ないとわかんないけど。ロープ、切れてなかったよね。半分まで確かロープがあってからさ、あっただよね。吊るしてあったよね。ここに確かあったんだよね、お札が。じゃ、そろそろ帰るか。いやー。寂しくなるな。この実況も最後か。元の世界に帰る。もう向こうの世界に帰るのね。やり残したことや忘れ物は大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、そう、わかった。お墓が気になったけどね。それじゃあ気をつけてね。短い間だけど本当にありがとう。とても楽しかった。またいつかあなたに。うん、またいつか会えたら一緒にお菓子食べて遊ぼうね。え、だからその時まで元気でね。これで帰る感じか。エンディング。あ、聞きましょう。
おしまい。いやー、いいエンディングの音楽になったね。お、帰ってきた。あー、そうそう、懐かしいな。ほうきで吐いたよね、確か掃除の時。うん、もう壊しちゃダメだよ、人形。おまけ部屋に行きますか。これはね、実況では映せないので、実際にプレイして見てください。多分他の実況者の人もみんな同じような感じでやってると思います。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとうね。